い、ではですね、これからちょっと動線確認します。今まず一周行っちゃいますか。もう一周行きますんでね、また再度確認をしてください。で、基本的にちょっとパイロンコースで、見にくくはなっているんですが、右にヘアピン、そして左にヘアピンという形になります。そして、ゴール地点は奥にある黄色黒のゲートになっているパイロン、まあ、ここが終了になりますので、ここを通り抜けたら右に U ターンをして戻ってくるという形になります。で、まあ、今も申し上げたんですけど、基本的にはそんなにコース自体はちょっと分かりにくいので、ね、間違えていただいても何ら問題はないんですが、皆さんにとにかく意識をしていただきたいのは、その